台湾の電子マネー一覧は、台湾で流通する電子マネーの種類と利用範囲、各種項目を分類した一覧である。交通機関利用時の利用保有有それぞれの発行母体が自社営業所や全国の小売店、鉄道駅、バスターミナルで発売している。日本のモバイル Suica と違い、携帯端末にチップが付いているのではなく、SIM カードに NFC のチップがある。 従って iPhone7 より古い世代の iPhone でも利用できる。金融機関が発行する記名式カード。オートチャージ機能があるほか、不定期にポイント付与のキャンペーンがある。地方政府が市民向けに発行する記名式カード。特典内容、範囲は各県市によって異なる。中山医学大学学生証表面通り面また、公務員証 入管証としても使われており、ルームキーとして宿泊客に提供しているホテルも登場するなど、日本以上に多彩な用途で普及している。金融機関発行の連名などは除外。よって、シェア合計は100にならない。2016年12月、現在台湾鉄路管理局の改札にある管理、リーダー大鉄台北駅のオムロン製改札機の 読み取り部バス車内やかつての台北都市運営機に設置されている端末中華電信の IC 対応公衆電話2017年12月現在。よ、対応予定鉄道船舶、自転車曜日家の生産機バスコンビに、ポイントサービス自治体や政府機関での初費用支払いにも対応している。医療費の支払いが可能。 中華電系種統一調合高校同士付け2017年6月30日、中国地方反転最下。一通り、APP 鳥大坊都市人金融業務主人、ロ金融業務主人、ロ、新聞稿桃都市鼓、つとむみ民を、市場機関面必殺電子表彰かつて、選定しるし2017年2月8日、桃園都市運行し、新聞稿 桃都市旧三つる三つる太平大市代表賞。通り2017年11月27日。桃園都市運行した顔渡し臨持ち合いキャッシュ2.0表賞入場。即、通るオっぱんポイント0.5倍総。2017年12月1日。愛禁。 コンス http コロンスラッシュスラッシュ www.taipenavi.com スラッシュスペシャルスラッシュ5-053951交通改善6871.6277杉林経交路客運適用多通電子表彰2017年3月3日杉林経由楽事業古墳有限講師ありがとうございます